皆さん、こんにちは。今回は対ご機嫌中飛車に、こう、超速を使った将棋を解説していきます。まあ、ご機嫌中飛車って一時期プロですごい流行って、まあ、ほんとご機嫌中飛車ばっかりみたいな時期もあったんですけども、最近はかなり減って、で、その減った理由が、この超速が優秀だからっていうふうに言われてます。この超速っていう作戦が優秀すぎて、結構ご機嫌中飛車側が苦労してるっていうのが現状っていうふうに言われてます。 まあ、超速っていうのはこんな感じ、早めに銀を出していく作戦になります。早めに銀を出して、まあ、相手の角頭を狙ったり、こう真ん中の歩を狙ったりっていうのが狙いですね。で、こんな感じで2枚の銀を出していく展開もあります。金を上がって中央を固めて、まあ、こう真ん中を狙いつつ、この後37桂と桂馬も活用して、まあ、桂馬も使いつつ攻めていこうっていうのが狙いですね。で、相手の方はもう速攻で仕掛けてくるパターンで、まあ、56歩とついてきましたね。まあ、同歩と取って、 同飛車と取って暴れようっていう狙いですね。一応この動きに対しては、こちらは5 5歩と、まあ、この後歩を打つんですけども、飛車の下に歩を打って、飛車を閉じ込める手があって、次に5七金と、まっすぐ金を上がれば、飛車の行き場所がないので、積む形なんですけども、1 5角とこの端に角を出て暴れてくるのが、中飛車側の、まあ、上等手段というかよくある作戦で、これは次に4六飛車と、こちらから見て右側の銀を取って、 同歩と取った時に37角成と37の桂馬を取れるようにしてます。まあそうやって暴れてしまおうっていう狙いですね。なので次にこう46飛車と銀を取られるとこう豆腐に37角成と桂馬を取られて困るので、まあここはこう46の銀を取られないようにするか、まあ37の桂馬に紐をつけるかどっちかかなっていうところだったんですけども、まあ、46の銀取られないようにするのは難しそうだったんで、本ンプ37の桂馬に紐をつけて。 で、相手の方はもう銀を取って暴れてきたんですけども、歩をついて。今のところ角を逃げるとこっちも飛車を逃げれたので、取り合いになったんですけども、最後に5筋の歩を伸ばして攻め合いに行きます。まあ、ちょっとこの5筋の歩を伸ばしたのが遅かったというか、ちょっとゆっくりしすぎた感もあるんですけども、まあ、どう難しいところですね。このあたりは互角だったみたいです。まあ、現状駒の損得を見ると、これ角と銀系の交換で、 ま、銀桂の方が、こう、得してることが多いんですけども、まあ、こう、こっちの取られた桂馬が攻めの桂馬なので、まあ、ある意味捌けてるというか、使えたという見方もできますし、あと、相手の方のこう、攻めの桂馬が使えてないので、まあ、そのあたりの兼ね合いもあって、こう、難しい勝負というか、互角の勝負だったっていうところですね。で、本部飛車を打ってきて、次4七成銀と成銀を左に寄ってきて、 同金なら7八飛車なりと王様を取ってしまうような手を狙っているので、それを食らうとちょっと嫌なところなので、ここは何かその手に対応したいなっていうふうに思ってました。あの3七の成銀を使われるとちょっと面白くないというか、まあ、あの3七の成銀が働き出すと、こうなんていうんですかね、相手の方の駒得がより生きてくるというか、まあ、そんな感じもあるので、ちょっと成銀だけを働かせないようにっていうのを考えてました。 なので、こう、4七成銀と左に寄ってくる手を防ぎたいんですけども、まあ、それをどう防ぐかですね。まあ、本譜は5六角と5筋にこう、角を打って飛車取りにしつつ、まあ、4七成銀に同角と取れるようにしたんですけども、まあ、ずっとその手を考えてたんですけども、まあ、5六角と角を手放してしまうと、やっぱり角をこう、盤上に打つと、角頭を狙われて、こう、苦しくなるっていうことがよくあるので、 ま、こう、角を打った後に角と狙われても大丈夫かなっていうのを考えてました。まあ、でもそれでも本譜、ここですね、5、6角。角を打って、飛車取りにしつつ、まあ、成銀を左に寄ってきた時に、同角と取れるようにしておきました。まあ、飛車を取られると相手の方としても攻めが難しくなるので、飛車を逃げてくるんですけども、歩をついて反撃していきます。これ3、3、3銀とかこう、右側に逃げてくれるようであれば、5、3、なりと、 と金を作っておいて、まあ、5差のと金も大きいので、まあ、こちらもまずまずなんですけども、5五と打って、角取りに反撃していきます。角の逃げ場所がないので、同銀と取って、同銀には同角と取って、こう角を中央に持っていって、こう角を活用していこうっていう順ですね。まあ、なおかつ、これがこう、成銀と竜をこう、なんていうんですかね、間接的にこう、串刺しにしているというか、狙ってる意味があります。で、銀打ちには狙ってる手があって、同角と取る手があって、 これ、同成銀と取れるんですけども、成銀が動くと、こう、5五の角が竜を狙っているので、2八角と竜を取ることができます。ただ、ここ相手の方としても難しいところで、ここで角を取らないと、こう、角を逃げる手を刺されてしまう。まあ、こっちは角を逃げるので、まあ、角を取るならここしかないっていうところですね。ただ、その角を取ると、2八の竜を取られてしまうっていうところで、このあたりはこちらがリードを奪えたかなと思いました。 相手の方は角を取る順に踏み込んできたんですけども、こちらは竜を取っておいて、まあ、次4七金となり銀を取る手があるので、もう勢い、こう、5八なり銀と金を取ってくる手が予想されるんですけども、同金と取っておいて、まあどうかっていうところですね。まあ、相手の方はこの後本譜も5八なり銀と金を取ってくるんですけども、同金となった局面は、相手の方の攻め駒がこう、持ち駒の角金系だけになるんですよね。角金系の3枚。 で基本的に4枚の攻めは切れないって言われてるんですけども、3枚の攻めは切れやすい。まあ、基本的にこう切れる形って言われてるので、まあ、こちらとしては、ま、このあたりはこう受け止めれるかなと思ってました。で、相手の方は角を打ってきて、これは次狙いは66桂と大手金取りに打って、同歩なら角で王様を取ってしまおうっていう手だったので、まあ、銀をがっちり打って、角取りに馬を作ってくるんですけども、角を逃げておいて、 相手の方はこう手番を活かして、こう銀取りに桂馬を打ってくるんですけども、まあ放っておいても大丈夫ですし、かわしておいても、まあ相手の方は負もないので、このあたりは攻めが切れてるかなっていうところですね。まあここでもし相手の方が歩を持ってれば5、5七歩とか金取りに負を打って攻める手もあるんですけども、まあこちらとしては相手の方が歩を持ってないので、そういう手を警戒しなくていいのは大きいですね。相手の方は金を張り付いてきて、こう攻めてきたんですけども、 で、ここがちょっと迷った局面で、これ金を打ったことで、こう、馬の利きが止まってるので、6五銀と桂馬を取ることができるんですけども、で、桂馬を取れば、こう、7四桂と、まあ、身の囲いを崩す手筋で、こう、大手で桂馬を打つっていう手があって、まあ、それが結構厳しいのでいけるかなと思ったんですけども、まあ、ちょっとこう、ここで6五銀と桂馬をすぐ取ると、まあ、相手の方に、後でこう、5八金と、ただで金を取る手が残ってて、 ちょっとそういう激しい順に持ち込むと逆転の可能性があるかなと思って、ちょっとここは丁寧に金を寄って受けました。まあ踏み込むか、こんな感じで丁寧に刺すかっていうのを前寄って、まあ本譜は丁寧に行ったっていうところですね。まあこうしておけば相手の方は攻めが難しいので、まあこちらが勝てるかなっていうところですね。相手の方は馬寄ってきたんですけども、今度こそ安全に桂馬を取れます。相手の方は58金と迫ってきたんですけども、まあ一回同金と攻め駒を補充しておいて、 同馬とした時に桂馬を打ってつましに行って、これは以下即済みですね。本譜は9二玉と逃げてきたんですけども、これには9三銀と頭に銀を捨てるのが手筋で、同桂なら腹金を打てば詰みなので、同玉なんですけども銀を打って、で、8四玉と上がってくる手には7五金と金を打てば詰みになります。 3級から1級の方向けに達成率が上がる次の一手問題を YouTube のメンバーシップとノートの定期マガジンで配信しています。詳しい内容やご登録は概要欄からチェックしてください。よろしくお願いいたします。